81カ国共産党、労働者党代表者会議の3カ国81カ国共産党、労働者党代表者会議は1960年11月にモスクワで開催された国際会議。表面化しつつあった中祖対立に関連して国際共産主義運動内部の意見の対立により激しい議論が交わされた。十月革命十三周年の記念行事に合わせて 開催され、81カ国の共産党、労働者党が参加した。これに先んずる会議として1957年の各国共産党、労働者党モスクワ会議と1960年のブカレスト共産党、労働者党世界会議が存在した。特に1957年の会議で採択された、モスクワ宣言では、ソ連共産党、 第20回大会以降の国際共産主義運動の路線対立を調整したものの、それ以降も意見の相違が解決されなかっため81、過国会議開催が調整されることになった。この大会の結果として、12月6日に共産党、労働者党代表者会議の声明が採択された。現状認識、革命の戦略、戦術については意思一致がなされ、 当面する国際共産主義運動の闘争方針を示した文書となっている。声明の内容は次の通りである。モスクワ声明は57年のモスクワ宣言と並んで共産主義者間の論争における引用の対象となった。採択にあたっての論争から声明の内容には一貫しない表現が残り解釈の相違も生じた。声明は世中妥協の産物であり、 どのようにでも解釈ができる余地はあったのである。ソビエトの平和共存路線と中国共産党の帝国主義との対立路線が並立された内容となっており、両者は声明の中の事故の主張に近い点を強調していき、中ソ両共産党が公然対立する結果となった。声明では、資本主義国における革命の展望をアメリカ帝国主義と自国の独占資本に対する、 戦い、民族民主統一戦線による革命と社会主義への移行として打ち出している。アメリカ帝国主義の政治的、経済的、軍事的支配下にあるヨーロッパ以外の発達した個々の資本主義諸国では、労働者階級と人民大衆の主要な打撃は、アメリカ帝国主義の支配並びに民族の利益を売り渡している独占資本と、 その他の国内反動勢力に対して向けられている。この戦いの中で、真の民族独立と民主主義の達成を目指す革命の勝利のために、戦っている民族のすべての民主的、愛国的勢力は、統一戦線に結集しつつある。真の民族独立と民主主義を獲得することは、社会主義革命の任務の解決に移行する条件を作り出すのである。共産党。 労働者党代表者会議の声明、この記述は日本共産党にとっては民族民主革命論の理論的根拠となるものであった。日本共産党の公式投資によれば、この記述は日本共産党代表団が提起した高度に発達した資本主義国でありながら外国帝国主義の従属化にある国における革命の問題に橋を発するという。全体としては、 賛成を得たものの、欧州の共産党の大部分が発達した資本主義国における革命は社会主義革命であるとの見解に立ったため、ヨーロッパ以外のという地域的限定が加えられた。ソビエト側の資料では3カ国の党の名前が記されておらず、そのうちの一つはアメリカ合衆国共産党であると推測されている。ありがとうございます。